ではここから第2部やってみたいと思います。第2部まず最初はですね、お便りをいただいてますんで、お便りの紹介からいきたいと思います。まごちゃんからねお便りをいただきました。術後いかがですか。私事で恐縮ですが、ここ最近本業もなんとか軌道に乗り始め、趣味の音楽にようやく向き合える感じになってきました。よかったじゃないですかね。一時ね、本業の方がおぼつかないみたいなことをおっしゃってましたけど、よかったですね。先日17日の土曜日は久しぶりにスタジオで練習し、その足で伊勢崎市ブロトモさんのヨンタナさん率いるジョーサントスバンドのホームのお店で久しぶりに歌ってきました。そして20日火曜日は、ボランティア、さいたま市の某所、デイケアで1時間ライブやってきましたです。すごいじゃないですか。お年寄りを相手にね1時間も歌った、そして、今回は、おとなしめなお年寄りが多く、盛り上がりは今一つでしたが、終わって最後帰るとき皆さん拍手していただいたり手を振っていただいたりで、なんか嬉しかったです。そして、あと老人ホームから別件で2件依頼があるので、頑張ってみようと思っています。そして、今回メッセージさせてもらったのは、実はこのボランティアライブなのですが、ライブ中お年寄りの皆さんと歌う、いわゆる歌声喫茶みたいな形をとっているのですが、どうも孫六80歳から90歳ぐらいの方々の曲の好みが分からなくて、今回も若干選曲ミスしたみたいで、グループサウンズやったんですが受けませんでした。まあそうでしょうね。80歳から90歳のおじいさんおばあさんにグループサウンズって言っても、グループサウンズっていうと、もう僕63、僕はグループサウンズのもう終わりかけでしたから、グループサウンズのジャストっていうとどうだろう、まあ若くて63し、70ぐらいじゃないでしょうかね。だから80から90っていうと、そこからさらに10歳から20歳お年を召してるっていうことは、もうグループサウンズのぐの字もない時ですよね多分。それとまああとどうなんだろう、終戦の頃のね動乱とかそんなのもまだ残ってた時代でしょうからね、どんなのがいいんだろうね。一般的にどんな曲を歌えば皆さん歌ってもらえるんでしょうかね。人それぞれだとは思うのですが、ラジオで聞いておられる方のアドバイスいただければと思ってお便りしました。じゅんさんどうなんでしょう。まあ、これはねもうじゃあ皆さん聞いていただいている方にね委ねましょうね。聞いてる方はね一曲でもいいです。それとも例えば歌い手の方、僕は美空ひばりさんの曲なんかだったらまだなんとか間に合うんじゃないかというふうには、お手紙書いたんですけれども、まあそうやって歌い手の方でもいいし曲名でもいいですしね、聞いてみれる方はね必ず次回のね、ラジオまで一曲ね、もしくは歌い手さんでもいい、それをねコメントでくださいね。お便りかコメントでくださいね。まこちゃんのためにちょっと考えてあげてください、アドバイスいただければと思ってお便りしましたと、ラジオ聞いておられる方のアドバイスいただければと思ってお便りしましたということですね。また約1時間のライブというか、レクリエーションの時間もらって孫六がステージやるのですが、歌以外に何か、お年寄りが喜ぶステージ構成って、良いアイデアありますかね。80歳から90歳だからその手を取って踊るとかそんなこともねできないでしょうし、昔バスハイクでフルーツバスケットってやりましたけどね、あの頃はもう喧嘩腰になってね、もううわーって椅子を取り合ってもう女の子がひっくり返ってパンツ丸出しになったりしてねやってましたけど、まあ80歳90歳の、おじいさんおばあさんにそれをやるわけにもいかないしね。何か、良いアイデアはありますかね。手品とか朗読とかなんかでもいいので、良い知恵などありましたら教えていただけると嬉しいです。じゃあこれもね、今回ラジオ聞いてくださってる皆さん、何かお年寄りと遊ぶ方法、こんなのがありますよとかね、
まあ例えばしりとりだとか、そうだな、まあお年寄りだと、なんだっけ、あのお手玉だとかね、まあ何でもいいです。とにかくなんかね一つ書いてね、コメントくださいね、必ずです。そして、いい知恵などありましたら教えていただけると嬉しいです。というのも今回やったデイケアは規模も大きく何箇所かあるみたいですし、継続的に何かやってもらえると嬉しいみたいなことを言われました。なかなかボランティアでレクをサポートしてくれる団体がないそうで困っておられたので、良いアイデアがありましたらよろしくお願いします、です。この、ボランティアでレクをサポートする、ボランティアってことは無報酬ってことですか？まごちゃん、あのなんか YouTube に載ってましたけども、これ見ると音響機材も持ってって、 もちろん自分たちが行って楽器もセットしてねやってるんだけど、これも全くの無報酬なんでしょうか？それだとそれはそれで大変ですよね。それはあのだから全くの無報酬だとすると、ボランティアでレクをサポートしてくれる団体がないそうで、それはまあ当たり前って当たり前かなと思いますけどもね。まあ孫ちゃんはね本業の方うまくいってるわけだし、そんな金儲けということをね考えずに、歌を楽しんでもらいたい、そして自分も楽しみたいという気持ちでねやってみえるんだろうから、まあいいと思うんですけどもね。そして、話変わって6月のライブすごく楽しみにしております。ライブそして皆さんと再会できるのがもう嬉しくて、何としても今年は6月のライブまでに仕事成功させて、気持ちよくライブ聞きたいと思っています。最後に一言、花粉も飛び始めたようです。じゅんさん、皆さんくれぐれもご自愛くださいね、孫六ということでね。まあ、孫ちゃんあの積極的にね活動しているようですね。まあ本業の方もね、なんか大きな契約が取れそうだとかって言ってね、本腰入れて本業の方がうまくいき始めてると。でまあこのレクリエーションね、これもあの積極的に活動して見えてね、大したもんだと思います。ただその80歳90歳のお年寄りに、受ける歌、そして一緒にお遊びを何をすればいいか、これはねちょっと難しいですね。まあ歌はあの比較的分かりやすいと思います。僕はあの実はあのネットでね、お年寄りと遊ぼうとかね、そんな検索してみたんですけれどもね、なかなかやっぱ出てこないですね。なんでまあ美空ひばりさんの歌なんかはねギリギリいいんじゃないかなと思いますね。他にもね多分その今の80歳90歳の方が、若い頃ね聞き親しんだ歌っていうのは多分あると思うんですけども、それも調べるのもね大変なんで、まあ美空ひばりさんなら、まあ、間違いないかなというふうにはね思いますけどもね。とにかくじゃあこれを聞いてる皆さん必ずね、コメントくださいよ。じゃあ、そんなことでね、孫ちゃんの、お便りでした。それではね、ここでちょっと一曲また聴いてほしいと思うんですけども、ピョンチャンオリンピックをね、やってましたね。まあ、いろいろ、なんか、物議を醸した、出来事なんかもあったようなんですけれども、まあ、それはともかくとして、皆さん本当に一生懸命ね、体を鍛えて、トレーニングして、そしてあの場に臨んできてね、切磋琢磨して、競い合って、もう本当にね、その姿は美しいですよね。でも、僕いつも思うのは、なぜねそこまで自分を追い込むのか、自分をね突き動かすものは何なのか、何がそうさせるのかっていうことをね、すごく思います。まあ、金メダル銀メダル銅メダル、世界で3人しかいないわけですよね。まあ、だけどその、競技の人口というのはきっとものすごい数いると思います。その中の、わずか、3人、そして、まあ、入賞、まあ、少なくともそのオリンピックに出るだけでもすごいことですよね。そのためにはどれだけの努力をしなきゃいけないか、何が、君をそんなに突き動かすんだろうってね、僕いつもねそれをねすごく感じますね。僕自身もちょっとやりすぎてしまうところがあるんですけれども、まあでもそんな僕の日ではない、その努力のね結晶ね、それがぶつかり合うのがオリンピックの場ですよね。そんなことでね、ピョンチャンオリンピックが、もうこれで、今日終わりでしたっけね。なんで、まあ、それにあやかってというわけではないんですけれどもね、一曲聴いてください。戦う君へ。
戦う君へを聴いていただきました。僕はこの曲をかけるのはね初めてですね。自分で作っといてこんなこと言うのもなんなんですけど、実はあんまりね、気に入った曲ではなかったです。ところが何かの時にね、僕この曲をしみじみ聴いて、ああまあまあいいなと思ってね、しかもまあ今回オリンピックやってることだし、この曲の、題材になったのはね錦織圭さんです。錦織さんだけではなくて、それは羽生結弦さんもそうだし、その小さい頃からね、徹底的にその厳しい訓練を受けてね、なぜそこまでやるんだろう、どこを目指しているんだろう、君を突き動かしているものは何なんだろうってね、いつも思ってました。そんなことでね、作った曲が、戦う君へという曲でしたね。それでは、ここから、レギュラーのいつものコーナーです。ユーニャの部屋。ラジオ85ユーニャの部屋。ちょっとずつ暖かい日があるようになりましたね。寒い日が続いて、今年の冬は極寒でした。そして明日が閉会式かな。明日が閉会式ですか。冬季オリンピックが韓国の寒い平昌で、開催されていましたね。いろいろな競技があるけど、やっぱり私は男子フィギュアスケートの羽生結弦君にとてつもなく感動しました。怪我からの復帰戦がオリンピックという舞台、怪我したという怖さも感じる中、その上に魔物が住んでいるというオリンピックと、舞台のプレッシャーの中での演技は本当に本当に強くて素晴らしかったです。僕はね、前も言いましたけど、フィギュアスケートってそんなに興味ないんですね。すごいことは分かります。そしてそれを生で見たらね、もう圧倒されるんだろうなとは思いますけども、なんかねフィギュアスケートってあんまり興味がなかったんですけども、浅田真央ちゃんね、そしてこの羽生結弦さん、それからもう一人、2位になった銀メダルの方、も見えましたね。やっぱり見せますね。興味がないと言ってもやっぱりやってるとね、目をグググッとね持ってかれますね。素晴らしいと思いますよね。本当に本当に強くて素晴らしかったです。というか、元スマップの中井さんから、自分でかっこいいなって思うと聞かれて、ゆずるくんこれ以上ないでしょうと笑って答えてましたなるほどね。去年の11月に怪我をしてオリンピックはやめようとは思わなかったけど、12月にはいろいろな最前線のケアをしても一向に良くならず、やめざるを得ないと精神的に追い込まれ、この時が一番辛かったそうです。では行けると思ったのはいつからかという質問に、行けるとはならなかったと答えてました。そして直前から痛み止めを飲み始めて、これ以上治らないとスパッと決めた段階から集中できましたとのことでした。これ以上ない勝ち方ができ、これ以上ないものをもらいましたと、ゆずるくん話していらっしゃいました。本当にギリギリであそこまで積み上げ1位になったんだと、今までの練習の賜物なんだと、本当にこれ以上ない素晴らしいものを見せてもらいました。私が感動して思ったのは、大切なのは今この時なんだと思いました。明日の夢を見ることも大事です。昨日の過去から学ぶこともあります。だけど今思ったままに動くこと、これがどんなに大事なことか、私もこれをちょっと前に体験しました。その時今思えて動いたからこそ、その時の喜びはありませんでした。そんなことを言うと、手術後の純くんがウィークエンドに行かれてしまいそうで怖いのですが、もし行かれるとしたら今行けるからで、今この時を大事にしていらっしゃるということなのかなと思うのです。それから、明日の自分より今の自分の気持ちを大切にしていらっしゃるからかなと思ったわけです。そんな風に思ったら、やっぱり今この時をやりたいことをしなければ、それが自分らしさなのかなと思うわけです。
そしてそんな自分らしさを愛することができたら生きる喜びを感じて幸せなのかななんて深いことを思ってみました。まあでもあんまり心配はしたくないですけど、それにこの先もずっとライブ見たいですからね。なるほど、ありがとうございます。そのあたりどうぞバランスよくお願いしたいもんです。わかりました、そうそう、不登校娘で散々バトルした下の娘は今20歳の大学2年生です。早いもんですね。僕もこの話をね聞いてましたよ。寝てばっかり行って全然起きなくて学校行かないっていうようなことをね、ゆうにゃさんとね、その下のお嬢ちゃんね、叩き合ってね、なんてことをね、それがもう、今20歳の大学2年生ですかね。先日の成人式の日に、梅公園のモデルに選ばれましたが、泣く泣くそれを辞退しなくてはならないことに。なんとそやつが実は来週からドイツ留学するため日本を離れます。すごいじゃないですか、ドイツ留学。梅咲く時期と一緒だったと今も嘆いております。だからその下のお嬢ちゃんはモデルに選ばれた、これも写真のモデルやりたかったわけですね。今も嘆いております。最近はドイツ語をブツブツ言ってまして、例えばアイネブルストウントアイングラースビアピッテなんて言っていたの、日本語で何と聞きましたら、ソーセージとビールをくださいだそうです。まあ人間食べること大事ですしね。次にまたブツブツと今度は何と聞くと、もっと大きいグラスでくださいだそうです。アルコール強いですからね。あ、そうなんだ、下の嬢ちゃんはアルコール強いんだ。なるほどね。そして学校に行けなかった子供がこんな風に成長したようです。娘は今を大事に生きて自分らしさを愛しているようです。私も今を大事にいろいろぼちぼちやっていこうと思っているこの頃です、とゆうにゃの部屋でした。ということでね、ゆうにゃさん、まあ、一皮も二皮もね、徐々にこれで剥けていくんでしょうね。まあ、お母さんを見送られて、そしてちょっとナーバスになった時期もあったけどね、これでお嬢ちゃん、ドイツ留学してね、春も、だんだん近づいてきて暖かくなってきてね、良くなってきますよ、さらにさらにね。そんなことでね、より良いね、日々をね送ってくださいね。そして、お嬢ちゃん気をつけてね、ドイツ留学行ってきてくださいよ。留学って何ヶ月何日ぐらいいるんだろう。まあくれぐれもねお気をつけてね、出発してくださいね。ゆうにゃの部屋でした。ありがとうございました。それでは、最後にもう一曲だけね聴いていただいて、本日原純ザレディオ85回目を終了したいと思います。それでは、リバイバルズの中からグッドバイアフタヌーン。
目合って求めていればいつもの夜繰り返すだけ。ふと時を重ねては思い出さえも残せずに、そんな時どこからか似合う BGM、 思いメロディのジャズ、それとリズム&ブルース。 Goodbye afternoon、 そんな君のことも忘れてしまえるほど僕は何度も恋をして。いつか君のそばに見知らぬ